私個人的にめちゃくちゃいいなって思ったのは、こんにちは、眠りさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、近畿地方車椅子一人旅でいろんな乗り物にね乗って移動をしてみたんですけど、いろんな乗り物の乗りやすさ乗りにくさについてお話ししていけたらなというふうに思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。近畿地方車椅子一人旅で乗った乗り物、夜行バス、高速バス、電車、路面電車、フェリー、あとは新幹線、まあ、こんな感じですかね、乗ってきたのは。トータルで見て駅員さんとか運転手さんとか本当に優しい親切な対応をしていただきました。めちゃくちゃいいなって思ったのはやっぱり電車かなっていうふうに思います。電車も路面電車も良かったかなと思います。もちろん路線によっては田舎なので待ち時間が長いっていうのは車椅子云々関係なく皆さんあると思うんですけど、三重県と滋賀のあたりとかは山道を行く一両で走る電車、すごい段差がある電車にスロープをかけていただいて乗るっていうね対応していただいたりとか、かなり田舎への移動でも乗せていただきました。やっぱ嬉しかったですね。愛媛の路面電車とかは車両からスロープが出せる車椅子対応の車両っていうのも走っていて、あ、すごくいいなっていう風に思いました。雰囲気とかも残しながら最新の車両っていう形で、まあ、バリアフリー対応っていうね感じなんですけど、あれすごくいいなって思いました。高速バスと夜行バスは個人的にはストレスがかかるかなっていう風に思います。車椅子のまま乗れる高速バスがまずなくてですね、電動車椅子はちょっと対応できませんっていう形っていうのが多くて、手動車椅子だったらいいですよっていうパターンもありました。私がいろいろ電話したバス会社さんだと、自力でバスの座席まで車椅子から降りて移動できないとダメっていう感じのところでしたね。車椅子を自分で折りたたんで運転手さんに預けて、トランクルームの方にお願いしますって言って預けて、自分は杖で階段を登って座席に行くっていうね形で利用したんですけど、予約するときはネットで予約したんですけど、その会社さんに直接電話して、まあ、電動車椅子で、まあ、折りたたみができると、まあ、自分で乗れますっていう風に言うと、乗ってもいいですかっていう風に言うんですよ。で、OK が降りたり、条件付きで OK が降りたり、様々なパターンがあるんですけど、それで乗る日にその乗り場まで行って、運転手さんの当たり外れって言うと言い方があれですけど、すごく怖い運転手さんの時もあれば、めちゃくちゃ親切な運転手さんの場合もあって、ものすごくめんどくさい、めんどくさいなーみたいな、オーラを出しつつも乗せてくれればすごくありがたいなっていう風に私は思ってて、ウェルカムみたいな感じで乗せてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、お手数おかけすることは変わりないので、まあそりゃそうだよなって思いつつ、乗せてくれたからいいかなっていう風にね思うようにしてるんだけど、そういうパターンもあります。乗り場に行って乗れませんよって言われるパターンもあったり、いろんなパターンがバスの場合だとあるなって個人的にね思っていて、高速バスのいいところはめちゃくちゃ安いっていうところですね。まあ、体力はいるんですけど、3000円とかで東京から大阪に行けます。乗り降りがすごく簡単にできるのであれば、全然高速バスをいっぱい利用して旅をした方がかなり節約ができるなっていう風に思ってて、車椅子でこうウィーンって乗れるタイプの車両が1台だけでも走ってたらすごく嬉しいのになっていう風に思って、あ、ダメですよって言われちゃうのは仕方がないことかなって思うんだけど、新幹線よりももっと節約したいっていう方もいると思うし、なんかバスの楽しみっていうのもあるから、1台だけでもウィーンって上がるタイプのバスが走ってたらすごくいいのになって個人的にね思いました。あとはフェリーなんですけど、2種類乗ったのね。広島から宮島に行く時にフェリーに乗ったのと、津山の方から広島の方に行く時にフェリーに
時乗ったんですけど、全然種類が違くて、船の大きさとかは同じ感じだったんですけど、車椅子でも全然乗ることができました。松山から広島に行った時の船っていうのは、皆さんがイメージするように横がこうドアがこう開いて、人が乗り降りできるようにスロープっていうかね、こういうのがかけられるんですよ。ここから乗る感じだったんですけど、乗り場まで行くのにちょっと急坂があったりして、声出せば、すいません手伝ってくださいって言えば、手伝ってくださるような感じだったので、一人で問題なく移動できるかって言ったら難しい感じではあったんですけど、全然周りの人に声かければ乗せていただけるしっていう感じでした。船の中にも車椅子のスペースみたいなのもあったり、あとは多目的トイレもあったので、2時間ぐらいかかったのかな、そう2時間ぐらいの船旅だったんですけど、快適に過ごすことができました。宮島に行くフェリーは船の後ろがウィーンってこう開くんですよ。ウィーンと開いてこういう感じになって、船と岸がこうつながるんですよ。そこを車とかも通るし、人もそこから降りるっていう感じだったんですね。これいいじゃんと思って、かなり幅が広くて、人がいっぱい横並びで乗り降りすることもできるし、車椅子ももちろん問題ないし、段差もなくて、2階席もあるんですけど、そこは階段しかないので行けないんですけど、1階のところに、そう端っこの方にいたりとかしたんですけど、ここに写真出します。帰る時に乗ったフェリーがシルバーシートっていうのがついてて、海の上なのでやっぱ風がね吹くんですけど、囲われてて部屋みたいな感じになってて、足腰がね弱い方だったりとか、ベビーカーとか車椅子の方がここで待機できますよっていうね、お部屋が用意されていて、すごい暖かいんですよ。椅子があってみたいな、こういう形のフェリーにも乗りました。最後は新幹線ですね。新幹線がやっぱり皆さん利用することが多いと思うんですけど、今回は小倉の方から、小倉までは電車で行って、小倉から新幹線に乗って帰るっていうね形だったんですけど、予約の方法はいろいろあると思うんですけど、ネットで予約してチケット取りに行くとかいろいろあるんですけど、緑の窓口で買うことが多いんですね。乗る日ではなくて別日で先に予約していた方がいいなっていう風に思いました。時間がかかってしまうっていうのがあって、私も今回手続きに1時間ぐらいかかりました。車椅子のまま止めるスペースとかはなんか申請して許可が下りないと利用できなかったりするみたいで、いろんな仕組みがあるみたいで、それはね仕方がないことだと思うので、時間に余裕がある日に買いに行った方がいいなっていう風に思いました。無人チケットとかも買って、新幹線乗るんですけど、新幹線はやっぱりね早いね。門司港の方からね帰ってきたわけですよ。あっという間ですね。なんか新幹線のなんかトラブル巻き込まれたりして、すごい時間が今回はかかったんですけど、通常だったらもう本当にね一瞬ではないけどあっという間に着くような感じだから、のんびりと旅をしたい方は新幹線利用するのがいいと思います。車椅子のスペースに車椅子のまま乗るパターンと、あと車椅子のスペースに車椅子止めて座席に乗り移るパターンと、あと個室などもあるので、こう障害の重さだったりその日の体調とかで選んで予約するといいんじゃないかなっていう風に思いました。ざっとこんな感じでいろんな乗り物に乗ってきたんですけど、路面電車とかは普段乗ることがないので、いやすごいねうわーってなったし、あとフェリーも買い物とかでフェリーに乗って出るんじゃないかなっていう地元の方が乗ってたりとかしたんですけど、私が普段生活している私が日常って感じている景色とはまた違うね世界で日常が流れてるなんか日本語よくわかんないけど、そういう風に思って、ああなんか世界って広いなっていう風に思ったし、こんなところにも人が住んでて同じように頑張ってるんだなっていう風に思ったから、なんか私も日常をもっとね大切に過ごしていきたいなっていう風にも思ったし、どんどんバリアフリーが進んでいるし、スタッフさんとかもすごく対応がね丁寧っていうか優しい方がすごい増えているし、移動面に関してはそうしやすくはなってるんじゃないかなっていう風に思います。エレベーターとかも
ない駅とかはもうめちゃくちゃ田舎じゃなければ大体はエレベーターついていますし、まあ分かりにくかったりとかっていうのはあると思うんですけど、その場所に行けないっていうことがほぼほぼなくなってるぐらいな感じなんじゃないかなって個人的には思って、今回の旅に関しては意外と車椅子でもこんなにいろんな乗り物乗って移動できるんだなっていうふうに思いましたね。正直なところかなり不安だったの、行くまで。ホテルにたどり着かなかったら野宿じゃんみたいな感じに思ってたから結構ドキドキしてたんだけど、実際に行ってみたら、あ、全然行けるっていうねことばっかりだったから、やっぱり旅はいいなって思いました。ってことで、まあ長々とちょっとお話ししたんですが、今日は近畿地方車椅子一人旅でいろんな乗り物を乗ったので、乗りやすさ乗りにくさっていうのをお話ししていきました。ちょっとでも皆さんの今後のお出かけとかに参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。